本格的な夏の観光シーズンを前に、海上保安部や警察などが桂浜で水難救助訓練を行いました。訓練は観光客の増加が予想される夏休みシーズンを前に、桂浜を訪れた観光客の水難事故を防ごうと2011年から毎年行われていて、今年で13回目です。今日は高知海上保安部や警察、桂浜水族館の従業員などおよそ30人が参加。観光客に注意を呼びかけるタイミングや言葉遣いなどを学んだ後、人が流されたという想定で実際に救命用の浮き輪を投げ、シートを使って溺れた人を運ぶ訓練を行いました。最後には心臓マッサージの訓練も行われ、参加者は手の形や圧迫する場所に注意しながら臨んでいました。桂浜はですね、非常に美しい海とは異なって、特殊な地形でですね、波の変化が非常に激しく高波が発生する場合がございますので、皆様には波打ち際にはですね、決して近寄らないということが大事になってきます。高知海上保安部は海で水難事故を見かけたら118番に連絡してほしいとしています。